プロイセン州議員とプロイセン州議会の議事堂2006年ゲンベルリン市議会議事堂プロイセン貴族院とプロイセン州参議院の議事堂プロイセン議会はプロイセン王国及びプロイセン州に存在した議会を指す1848年の禁定憲法及び1850年の禁定憲法修正憲法により成立プロイセン王国時代には25歳以上の 男子国民を対象に産休選挙権制度による選挙で選出された議員からなる衆議院と、世衆議院、衆進直選議員からなる貴族院の任生で構成された。バイマル共和政下では1920年プロイセン憲法の元に20歳以上男女衆民による普通選挙で選出された議員から構成されるプロイセン議会が設置されたが、 国家社会主義ドイツ労働者党が政権を獲得した後の1934年に他の国議会と共に廃止された。1848年革命の中、プロイセン王国では国王フリードリヒビルヘルム4世が自由主義勢力と妥協し自由主義内閣を任命してプロイセン国民議会を設置させた。しかし1848年の夏、 以降革命の機運は衰退へ向かい、11月には自由主義内閣は解任されて保守派内閣に戻り、革命弾圧が押し進められた。ベルリンは軍によって占領され、12月5日にはプロイセン国民議会も停滞させられた。同時に自由主義者の不満のガス抜きをする必要があると感じたフリードリヒビルヘルム4世は国民議会停滞の日に自由主義的な条項を含む、 近邸憲法を制定した。その中で、男子普通選挙によって選出された議員から構成される第二院と高額納税者の5選で選出された議員から構成される第一院の任意制議会が定められた。他方、首相、官僚、軍隊の任命や統帥権は国王が握り、議会がそれに干渉することは許されないものとされた。それによって、 国王先生政治の本質を守る内容になっていた。1849年5月の緊急直例と8月の議会における承認により、第2位の選挙制度は、普通選挙に代わって、納税額に基づいて選挙権を3段階に分ける3級選挙権制度に変更された。またこの際に秘密選挙も廃されて、公開選挙になったので、政府や支配層が、 選挙民の投票を監視することが可能となった。男子産級選挙権制度と公開選挙制度は1918年に共和制になるまで約70年にわたって維持されることになった。また、高額納税者の五選で選出すると、定められていた第一院についても1850年一月十一日の議会で制定された憲法修正憲法で変更が加えられ、接収。 任命選挙という見栄構造に変更された。さらに1853年の憲法改正法で、第一委員の選挙制度は廃止されて、原則として、世襲議員と就身直任議員のみで構成される委員となった。1855年の法律により、第一委員は、貴族員、第二委員は、衆議院に改名された。貴族院は、皇族、大貴族、小土地貴族、 高級官僚、高級商工、聖職者により構成される極めて封建的な因となり、プロイセン立憲化推進の最大の障害物であり続けた。庶民院も当初は産休選挙法のもとに保守派が優勢であったが、プロイセンの資本主義化による産業構造の変化で産業資本化と金融資本化の租税負担が増大した結果、 1850年代末から1860年代半ばにかけてはブルジョワ自由主義者が台頭する委員となった。そのため、ブルジョワ自由主義政党ドイツ進歩党と対立するプロイセン首相オットー・フォンビスマルクは普通選挙論者だった社会主義者フェルディナント・ラッサールに接近を図って男子普通選挙法の禁定を匂わせ進歩党を牽制した時期もあった。 ビスマルクによるドイツ統一事業で樹立された北ドイツ連邦やドイツ帝国には帝国議会が設置されたが帝国に加盟する各報告の議会もそのまま存続した。帝国議会は男子普通選挙制度でその議員を選出することが定めていたがプロイセン州議員の産休選挙権制度が変更されることはなかった。1860年代には 進歩的自由主義者の両方と呼ばれた、プロイセン衆議員もドイツ統一戦争を成功後は、すっかり空気が変わって保守派の永続的な支配の道具と化した。ドイツ保守党、自由保守党、国民自由党という親政府政党がプロイセン衆議員の過半数を維持し続け、ドイツ社会民主党がプロイセン政治に進出するのは極めて困難だった。報告代表からなる。 帝国上院連邦参議院においては、最大の大砲プロイセンが絶大な影響力を持っており、帝国首相もプロイセン首相を兼務するのが通常だったので、プロイセン議会の帝国政治への影響力は大きかった。第一次世界大戦末のドイツ革命により、ドイツやプロイセンは共和制となった。1918年11月14日には、中央政府と同様に、 プロイセン政府にも、社民党と独立社民党が3人ずつ閣僚を出し合う、仮政府、人民代表評議会が創設された。プロイセン人民代表評議会は、翌11月15日にも貴族院の廃止と衆議院の解散を宣言し、12月21日には、プロイセン憲法制定議会プロイセン会議の選挙に関する条例を定め、 衆議院時代の男子3級選挙制度は男女普通選挙に改正された。1919年1月26日に選挙が行われ、社民党と中央党と民主党のバイマル連合が多数を占めた。この3党を中心に憲法審議が進められ、1920年11月30日にはプロイセン憲法が制定された。同憲法によりプロイセン衆議会が設置された。 その議員は20歳以上の男女就民による普通選挙で選出される。任期は4年だが、過半数の議員の賛成、参党会議の決議、もしくは国民投票の決議があると、任期前でも解散される。衆議会に対する上院として、県代表から構成される、プロイン州参議院はあるが、ここでは立法はできず、衆議会に対して、 意義を申し立てることができるのみである。衆議会で衆首相を選出すると定められており、1920年から1932年までというバイマル共和世紀の大半を社民党のオットー・ブラウンが衆首相を務めた。社民党、中央党、民主党のバイマル連合がその与党となっていた。中央政府では社民党が政権から離脱して、 バイマル連合が崩れることもあったが、プロイセンでは、バイマル連合は維持され続けた。しかし1932年4月の衆議会選挙では、国家社会主義ドイツ労働者党が36.3%の、得票と162議席を獲得して第一党になったため、ブラウン内閣は、総辞職を余儀なくされた。しかしナチ党も過半数には達していなかったので議会は、 後継の州首相を指名できず、ブラウン内閣が暫定政権として続くことになった。同年7月には、パーペン内閣が大統領緊急令を用いて、プロイセンクーデターを起こし、ブラウン政権を解体。パーペンが代理執行官に就任した。プロイセン憲法の定める議員内閣制は完全に無視されるに至った。 さらにナチ党が政権を掌握した後の1934年1月30日には国家革新に関する法律によりプロイセン議会を含む全ての国議会が廃止され各法の持つ主権はドイツ国に移譲されることとなった。政党、ドイツ社会民主党国家社会主義ドイツ労働者党、ありがとうございます。